今日午後、浜松市浜北区で観光バスが交差点を曲がる際道路脇の電柱に衝突し小学生1人が軽いけがをしました警察によりますときょう午後3時30分ごろ浜松市浜北区豊安で観光バスが交差点を左折する際電柱に衝突しましたこの事故でバスの窓ガラスが割れ乗っていた10歳の女の子が背中に軽い切り傷を負いました 事故当時、観光バスには43人の乗客が乗っていたということです現場は信号機のある十字路交差点で警察が事故原因を調べています